はい、今回ね、また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはですね、結構なね、大物ですよ。はい、今回紹介するのは、ワンプラスセブンティーです。ですね、まあもうね、知る人ぞ知る超大人気スマートフォンですよね。まあ、超大人気スマートフォンでありながら、最強のね、スマートフォン。現在ではもうほぼね、最強と言われてるね、スマートフォンになります。はい、じゃあちょっとね、紹介していきたいと思いますけれども、まあ、ワンプラスっていうのはね、もう皆さんも知ってると思いますけども、いわゆるオッポ軍団ですよね。まあ、オッポはね、みんな知ってますね。オッポジャパンっていうね、日本でもスマートフォンね、リノ A とかね、人気の端末を売ってますけども、まあ、オッポはですね、結構実は世界シェアでは2位とかってね、言われていますけども、いろんなこうグループ会社があって、例えば、まあ、もちろんオッポはあります。あとこの今言ったね、ワンプラス、あとリアルミーとかですね、あと、ビーボーとかですね。まあ、この辺のいろんなグループ会社があって、まあ、それ合計すると、まあ、実は世界2位か、世界2位じゃないかとかって言われている、まあ、非常にね、オッポ軍団、スマートフォンでオッポ軍団すごいんですけれども、まあ、その中の、まあ、オッポのグループの中の一つのね、まあ、ブランドといいますか、その中で、このワンプラスっていうね、ここに書いてありますけど、の商品になります。まあ、ワンプラスはですね、まあ、高級品だけを売っているメーカーさんといいますかね、まあ、ブランドになります。さっき言ったね、リアルミーとかはどっちかというと、まあ、格安ブランドですよね。シャオミーでいうとレッドミーシリーズみたいな、まあ、位置でね、商品を展開してるんですけども、逆にワンプラスはもうハイエンドモデルしかないって言いますかね、まあ、いわゆる高級品しか、まあ、作らない、販売しないっていうような、ね、ブランドになっています。まあ、SOC がですね、とりあえず現状では最強のね、スナップドラゴン855プラスというね、ものを搭載していますし、まあ、私が買ったモデルは、ラムが8ギガの、まあ、ロムストレージですかね、ストレージは 128GB というモデルになりますけれども、まあ、そういった形でね、SOC もそのハイエンドのね、SOC を積んでいるというものになります。はい、あとこちらね、セブンティーの無印なんですけれども、まあ、プロっていうね、もっと上位モデルもあって、そちらはね、カメラの、インカメラがね、ポップアップになったりとか、ディスプレイがちょっとね、こうラウンドのしているものになったりとか、まあ、若干のね、仕様の違いがありますけれども、まあ、基本的にはね、両方ともハイエンドモデルというような形になっています。まあ、なんとなくですね、アップルのね、iPhone っぽい、なんとなくこう商品構成といいますか、まあ、基本的に高級品しかなくて、ストレージの違いが多少あったり、あとは、まあ、無印とプロがあるっていうね、そんなにこう商品の幅を広げてるわけじゃなくて、まあ、ほとんど一つの機種で多少こう違いがあるっていうね、そんなような構成になっていて、すべてが先ほど言った通りハイエンドモデルというようなね、メーカーさんの商品構成になっています。はい、それではね、まあ、とりあえず開けていきましょうか。まずね、この箱がね、ちょっとマット調の感じでね、まあ、いかにも高級品って言いますかね、ちょっと高い端末かなっていう感じはあります。で、多分これね、中国版なんですよね。こうですね、HD1900 っていうのは中国版なので、実際ワンプラスの中国版にグローバルロムをに書き換えたって言いますかね、グローバルロムを入れたものになると思います。ただね、ワンプラスはなんかグローバルバージョンっていう名称で売ってるものが多分ないんじゃないかな。まあ、多分 EU バージョンっていうものが、いわゆる中国版ではなくて、Google Play Store とかがね、入っているものになると思うんですけれども、まあ、なかなかね、日本でそれを購入することができないので、日本からね、そういう中国のショッピングサイトで購入することがあんまりできないかなと思いますので、ですので、こちらは中国版の本体に、そのね、グローバルロムといいますか、Google Play Store とかですね、あと、まあ、多言語にね、対応している、OS のバージョンです。オキシジェンっていうのがあるんですけども、多分そちらの OS の方に、まあ、入れ替えた、ね、ものになっていると思います。はい、それではね、開けていきましょう。はい、ワンプラス、かっこいいですね。シンプルだけど、本当ね、この赤い箱にこの黒ね、すごいかっこいいですね。はい、なんかね、紙が入ってました。あ、ステッカーみたいなの入ってますね。なんかこれも アップルっぽいですね。で、あとは、まあ、説明書みたいなものが入ってますけど、まあ、当然ね、日本語には非対応です。まあ、中国版なんで中国語ですね。はい、本体が、あとはね、入っています。ちょっと本体は後で見ていって、さらにこの中を見ていくと、なんかこの箱もちょっとリッチですね。はい、それでね、ワンプラスセブンティーはね、超高速充電に対応していまして、ここにね、5ボルト6アンペア、マックスね、5ボルト6アンペアって書いてありますね。まあ、30ワットでね、充電ができます。まあ、通常ね、急速充電で18ワットのものが多いので、まあ、いかにね、30ワットっていうのがね、すごいか分かります。はい、あとは透明のね、ケースがついています。この辺はね、やっぱちょっとありがたいですよね。ありがたいし、まあ、中国のスマートフォンでは結構ね、普通かなと思いますけども、柔らかめの TPU ケースが入っています。
あとは SIM ピンがね一応入っています。はい、あとケーブルもちゃんとねこの揃ってる赤色でね色もね揃ってますし、なかなかかっこいいですね。まあこれはタイプ C のケーブルになっています。おお、まあ結構やっぱ大きいです。大きいけど軽いですね。結構思ったよりはこの画面の大きさから考えると結構軽いかなと思います。結構持ちやすいし、まあカバーつけてないですけどね、まあ結構いい感じですね。持った感じのバランスはすごく軽くていい感じです。ただちょっとねこのカメラはどうなんだろうね。このカメラはまあ好き嫌いが分かれるかなと思いますけど、はい、分かりにくいかもしれないですけども、一応ね、液晶保護フィルムも最初からついていますので、まあ、ケースとね、液晶保護フィルムがついているので、とりあえずね、そのまますぐね、買ってすぐ使うことができますね。はい、一応ね、あと周り見ていきますと、まあ、下に充電ですね、タイプ C があって、SIM カードスロットで、まあ、スピーカーですね、まあ、あとは音量とか電源なんですけども、まあ、他のスマートフォンにはない珍しいところとしては、このね、このスイッチ、こう物理的なスイッチなんですけども、まあ、これがですね、なんかマナーモードとかね、サイレントモードとか切り替える、まあ、iPhone にね、ありますよね。iPhone もこう、物理的なスイッチでね、切り替えるようになってますけども、まあ、あれと似たような、ね、ものがここについています。はい、一応ね、付属のケースをつけてみました。まあ、透明なね、まあ、そんなにこう、すごいクリアじゃないですけど、一応透明なケースなので、ね、ボディの色も活かせますし、私がよく気にするカメラの出っ張りもですね、このカメラ周りにエッジが立っているので、これはね、カメラのレンズが直接ね、触れたりしないような形になってますので、このケースは結構いいかなと思います。はい、それではね、今一応ね、簡単にスペックの方をね、さっといきたいと思います。さっきもね、言いましたけれども、スナップドラゴンの855プラスっていうね、現状ではね、最高のね、SoC を積んでいます。こちらね、8ギガラムのモデルで、あとね、ストレージが128ギガ、まあ256ギガのモデルもあります。バンドの方はですね、日本のバンドには基本的にはほぼね、フル対応していますけれども、ちょっと注意が必要なのは、ボルテがね、最初の状態では有効になっていないということなので、ボルテを使いたい方は、ちょっとね、パソコンに接続したりして設定する必要があるので、ちょっとここが面倒かなと思いますので、実際ね、SIM カード、特に音声 SIM で、まあ、ボルテね、使いたいという方は、ちょっとその辺は一度ね、確認された方がいいと思います。まあ、ただ、非常に人気のある機種なので、インターネット検索すればすぐやり方とかね、どういう状態なのかっていうのは分かりますので、一応ただ、決して安い買い物じゃないので、購入される方はその点については確認もされた方がいいと思います。ディスプレイの方は 6.5 インチの有機 EL ですね。あとフル HD プラスで重さが 190g ということです。で、OS はオキシジェンというね、さっきのカスタムの OS、ワンプラスのカスタムの OS になりますけども、まあ、一応 Android 10がベースになっています。まあ、一応ね、アンツツのスコアでいくと48万点ぐらいね、出るそうです。はい、カメラの方はね、トリプルレンズになってますけど、まあ、基本にメインのレンズに広角に望遠というね、3つのレンズになっています。で、メインカメラには、広角のね、手ブレ補正がついていますので、結構手ブレ補正はね、効くと言われています。ね、一応、防水には対応していないですけれども、まあ、濡れるぐらいなら一応ね、大丈夫らしいです。ただ、公式にはね、防水でっていうことは歌っていないようですね。あと、NFC はついています。イヤホンジャックはありません。バッテリーは 3800mAh ですね。で、先ほど言った高速充電で 30W の高速充電が対応しています。ただですね、これハイエンドモデルって言いながらね、ワイヤレス充電に対応してないんですね。ここがちょっとね、惜しいですね。はい、じゃあね、とりあえずまあね、起動していきたいと思います。ワンプラス、かっこいいですね。これ。はい、Wi-Fi の設定とね、簡単なセットアップが終わりました。とりあえずね、Google アカウントを入れて、あとアップデートが聞けたんでね、とりあえずアップデートをしました。はい、アプリはね、こんな感じで、ほぼね、余計なアプリと思われるものはないですね。Google 系のアプリとか、あとね、最初から、まあ、OnePlus に入っているこのゲームモードとかですかね、その辺が入ってるぐらいで、まあ、唯一、ちょっとね、宣伝っぽいのはこのね、Netflix がね、入ってるというところですかね。それ以外は特にないです。はい、Android バージョンは10ですね。あと先ほど言ったね、こちらが Oxygen というね、いわゆる Google Play とかが使える OS になっています。一応ね、OS のアップデートが入って、Google アカウントをね、設定した初期の状況で、もう 27.72GB ね、使ってます。なんか結構使ってる印象ありますね。ちなみにですね、microSD カードは使えませんので、入れるところがありませんので、使えませんので注意が必要です。
はい、あとですね、OnePlus7T はですね、このディスプレイがですね、なんかリフレッシュレートが 90Hz ということで結構ね、スムーズに動くということなんですけども、今ね、こちら Mi Note 10ですね、Xiaomi の Mi Note 10ですけども、これどうなんですかね、このやり方で本当に分かるのかどうかもう分からないんですけど、また、まあ、滑らかかな、ちょっと自分で見てる感じはまあそんなに変わりがないような気もするんですけども、まあ、滑らかといえば滑らかなんですが、なんか結構ね、これすごい、滑らかになりますよみたいな感じのレビューっていうね結構あるんですけど、なんか個人的にあんまり分かんないっていうか、まあ、正直こっちでも十分滑らかかなっていう気がするんで、ちょっとね分かんないですけども、一応そういう性能になっているようです。はい、次はね、今度はアプリのね起動テストをしてみたいと思います。どのぐらいね差があるか、こちらがね今何度も言いましたけど、最強のね今スナップドラゴン855プラスです。こちらが Mi Note 10で 730G というね、まあ、ミドルレンジのスマートフォンになりますけども、決してねスペックの低いスマートフォンじゃありませんので、ちょっとその辺でね実際のアプリを起動した時のスピードを見ていきたいと思います。まあ、それではよく使うね、じゃあ Chrome 行ってみましょうか。せーの、ドン。早いっすね。まあ通信環境の問題もありますけど、まあ基本的に起動が早かったっていう感じはあったと思いますね。まあ両方とも早いですけどね。じゃあ一応これでホームに戻って、でじゃあ次は Google Play Store 行きましょうか。せーの、ドン。早いですね。こちら全、まあ、まあ、こっちも早いんですけど、やっぱワンテンポ早いですね。はい、じゃあ次。で、まあ、タスクはね、そのまま開けたまんまにしていきます。じゃあ次はね、よく使うね、YouTube 行ってみたいと思います。せーの、ドン。早い。うん、もうやっぱこっちの方が早いですね。やっぱりスナップドラゴン855プラスすごいですね。はい、じゃあ次はね、結構ね起動に時間がかかるこのね動画編集アプリ、パワーディレクターっていうアプリがあります。まあこれでね私動画編集してるんですけども、これね結構最初に起動に時間がかかるんでやってみたいと思います。せーの、ドン。ああ、こっちの方が早いですね。あ、早い。あ、やっぱね差がありますね。はい、それではね続いて動画エンコードのテストでどのぐらい差が出るかねやってみたいと思います。ちなみに下が OnePlus7T、 上が Mi Note 10です。同じ動画ですね、4分28秒っていうねちょっと中途半端な動画、長さの動画なんですけど、4分28秒の動画を、まあ、フル HD でエンコードしてどのぐらい差が出るかやってみたいと思います。同じ4分28秒のフル HD 動画をエンコードしたいと思います。ちょっと誤差はあると思いますけれども、やっていきたいと思います。それではね同じ条件でエンコードしますんで、よーい、ドン。ストップウォッチもドン。はい、そろそろね終わりそうですね。なんとミーノート10のが早いですね。終わりますね。99。はい、完了しました。ミーノート10はまだね、ワンプラス 7T は99ですね。はい、終わりました。4分28秒のフル HD 動画をエンコードするのにミーノート10は3分42秒でした。それに対してなんとねスナップドラゴン855プラスを搭載したワンプラス 7T は3分47秒ということでね、5秒ぐらいね差をつけられています。はい、まあね、タイム的にはね5秒なんで、まあ、誤差の範囲ともちょっと言えないんじゃないかなと思うんですけども、最初ねスタートした時は明らかにね OnePlus 7T の方が早かったんですけども、やはり途中で、まあ、追いついて後半はね追い抜いたっていう感じでしたね。なので、まあ、エンコードについては 730G の方が早いなんていうことがねあるのかなと思うんですけども、一応ね実際やってみた結果はこういう形でした。カメラアプリの方も見ていきたいと思います。スマートフォンの、ね、処理速度自体は、ね、本当に速いスマートフォンなんですけど、カメラにも、ね、カメラも、ね、結構抜かりがないということなのでちょっと見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっと全部は紹介しきれないので、一応ビデオ、写真、ポートレートですね。であと夜景モードっていうものが選べるようです。で、まあ、一般的によく使うのはまあ写真だと思いますけども、一応ここでレンズの切り替えができますね。これが広角、まあ、広角になりましたね。はい、これが通常ですね。でこれが2倍の望遠ということですね。もちろんこういう感じでデジタルズームでね、まあ、ハイブリッドズームって言いますかね、ここで下のカメラがね切り替えながら、まあ、ズームができると。今は一番広角ですね、 0.6、 これで 1.3 とかね、まあ、この辺はデジタルとレンズとを併用しながらのズームになっていると思いますけれども、まあ、そんな形でズームができます。
はい、ビデオの方でもですね、もちろん広角が選べます。で、通常と2倍レンと選べますね。まあ、一応こちらもデジタルズームで10倍までいけるようです。はい、ビデオですけどね、今 1080p になっていますけれども、4K 撮影も可能です。まあ、1080p の 60fps も選べますし、まあ、結構ね、やっぱりこれハイエンドですね。 4K の 60fps でも撮影が可能です。はい、あとはね、下からこう立ち上げる感じで、ここでね、設定とかモードをね、選ぶことも可能です。一応スローモーションもありますね。はい、一応ね、 1080p の 240fps で撮れますね。720p だったら480fps でも撮影が可能です。広角レンズ使った時のね、レンズの歪みの補正もあります。あと HDR の手動での制御とかもね、できますね。はい、こんな形です。はい、今ね、OnePlus17 のアウトカメラでね、動画を撮影しています。まあ、1080p のね、30fps ですけども、まあ、どうですかね、音声の入りとかどうでしょうか。ちなみに、はい、あ、当然ね、動画撮影中のオートフォーカスにもしっかり対応しています。まあ、ちょっとね、カメラ機能については、またね、他の機会に紹介したいと思います。まあ、一応ね、撮った感じはこんな感じで、まあ、非常に見てる感じでは綺麗に映ってるかなという感じです。はい、今回はね、OnePlus17 をね、紹介させていただきましたけれども、まあ、本当にね、今日やってみた第一印象ね、まだ実際ね、そこを長く使ってるわけじゃないので分かんないんですけども、まあ、とにかく第一印象としてはもう最高ですね。やっぱりね、基本的に処理速度が、まあ、あのエンコードのことはね、ちょっとあれですけども、まあ、でも別に遅いわけじゃないし、通常のね、こう普段に使っているアプリの起動とかって本当にね、こうワンテンポ早い感じですね。で、まあ、それはね、あのスナップドラゴン855っていうね、その非常に高速な SOC のおかげなのか、まあ、メモリーがね、8ギガ積んでるっていうのがやはりミーノット10と比べて速くなってるのか、まあ、あるいはですね、こちらのね、ストレージは UFS3.0 っていうね、高速にこうね、ファイルのデータのね、読み書きできるストレージになっているので、その辺の影響もあるのかなというような気もします。なんかね、あのアプリダウンロードしてインストールするときのスピードがすごい、ね、速いんですよね。普通ダウンロードして少しインストールされたらくるくる回ったり、ね、するんですけども、あれがなんかすごい早く終わっちゃうんで、まあ、単純にやっぱ処理速度が速いのか、あるいはそういう書き込みとかね、そういうストレージの書き込みが速いっていうのも影響してるかもしれません。まあ、全体的にそういう、ね、ハイスペックなので、とにかくワンテンポ速いっていう、ね、印象です。このね、730G、ね、スナップドラゴン 730G のミーノート10と比べてもやっぱワンテンポ、ね、速いっていう感じがして、でやっぱね、そのワンテンポって、まあ、はっきり言って本当にね、誤差ちょっとなんですけども、やっぱりスマートフォンって使う頻度が多いんで、そのちょっとが意外とやっぱりね、慣れてしまうと、こっちの方がね、遅いっていう風にね、ちょっと感じちゃうんですね。これだけ使ってれば全然遅くないんですけども、人間のね、感覚って恐ろしいもので、本当にね、こっちで慣れてしまうと、こっちを使い始めてしまうと、やっぱりね、一瞬ですけど遅れてくるっていうのが、なんとなくね、感じるようになってしまいます。はい、まあ、カメラ機能についてはまだね、しっかりこう比べてないのでわからないんですけれども、まあ、パッと見ね、今日家の中でちょっと今日雨が降ってて外で撮影できなかったりしたんで、まあ、家の中でちょっと撮った感じでは、まあ、そんなに悪くないし、まあ、綺麗かなという感じです。またこれはね、別の時に比較していきたいと思います。スペックそのものじゃないんですけども、やはりね、これね、6.5 インチですかね。で、結構大きいんですけど、意外と軽くて、で意外とこう厚みもないんですよね。だから持った時の感じがすごくね、持ちやすくて、やっぱりこう持ち歩くには非常にいい端末かなというふうにね、思います。持って歩くには結構ね、だいぶそういう感覚なんですけども、すごくいいっていう感じですね。端末のスペックとは直接関係ないんですけども、このね、ワンプラスっていうね、メーカーさんはですね、非常にこうアップデート期間が長くてですね、その辺もね、人気の秘密だと思うんですけども、まあ、今ね、販売している端末についてはね、まあ、2年間の OS アップデート、まあ、メジャーアップデートを含む、まあ、アップデートしてくれるということで、さらに1年間ね、セキュリティアップデートもあるということで、まあ、3年は、まあ、安心して使えるって言いますかね、まあ、発売してからですかね、発売してから、まあ、3年は安心して使えるというね、サポート体制になっています。OnePlus3 っていうね、2016年ぐらいに、販売されたね、端末があるんですけども、それがね、2019年でもね、ちゃんとね、アップデートされているということで、なんか3年以上ね、アップデートが続けられたということで、まあ、ちょっとね、それ話題になってましたけども、そのぐらいね、こう、買ったものを売りっぱなしではなくて、ちゃんとね、サポートしてくれるっていうのが、やはり OnePlus のね、一つのね、人気の要因かなと思います。
はい、あとね、まあ、デメリットというか、まあ、ちょっと気になったところはやはりね、ボルテが有効になってないっていうところですかね。まあ、パソコン使って有効化すればボルテ、ね、掴むようになるということなんですけども、一応そこがちょっとね、通常のように、まあ、APN だけ設定すれば使えるっていう状況じゃないので、ちょっとそこが面倒かなというふうに思います。まあ、あとはですね、まあ、せっかくね、これだけハイエンドに仕上げてるんですけど、やっぱ無線充電に対応してないっていうのが、ちょっとね、せっかくこのリッチな端末で、まあね、無線充電はちょっと対応してもらいたかったかなというのが印象ですね。まあ、あと同様にね、まあ、できるんであればマイクロ SD カードもね、入るような仕様にしてほしかったと思います。はい、今日はね、ワンプラスセブンティーを紹介させていただきましたけども、まあ、開封してね、少し使った感じの印象ですけれども、まあ、本当にね、いいなという感じです。で、まあ、価格はね、私はバングットで5万円で購入しました。まあ、ただね、発送されるまでに1ヶ月以上かかってて、その間にね、どうもワンプラス8がね、発表されるんじゃないかとか、ワンプラス8ライトがね、出るんじゃないかとかって噂があって、まあ、ちょっとね、買うタイミングとしてはもうギリギリと言いますか、まあそういうね、ちょっと微妙な時期に入っちゃってるかなというふうに思いますので、まあ逆に、ワンプラス8のね、情報なんかが、もしかしたらこの動画上げる頃にはもう情報出てるかもしれませんけど、まあその辺がちゃんとね、しっかり発表になれば、逆に言うとね、安くなってくる可能性はあると思いますんで、まあそういう部分でね、まあ最新のものでなくても、いいということであればね、スナップドラゴン855プラスですかね、今度8は多分865っていうね、もっと上のものになると思うんですけれども、逆にね、価格が下がって、ハイスペックのね、端末を手に入れるチャンスが来るかもしれませんので、現状はちょっと微妙ですけども、ちょっと様子見て、安くなった時に買うっていうのも一つの手かなというふうに思います。はい、今回はね、以上です。